皆さんこんにちは、ニュージーランド現地ガイドの土屋沙央です。今日は北島のちょうど真ん中、タウポという湖の一番南端、ツランギという町の近くのトカーヌというね温泉に来ています。でここのツランギの町、トンガリロ国立公園、これ世界遺産なんですけれども、この玄関口として、拠点になる町でもあります。でこのツランギの町から車で10分ほど行ったトカーヌというね集落の中に自然の温泉が湧いてるんですね。でここの自然の温泉、一般の人も、入ることができるので、今日はねここの温泉をご紹介したいと思います。でこの温泉、とても歴史がある温泉で、昔マオリの人たちがここで料理をしたりとかですね、冬の間とここはとても寒いので、温まったりとかしていたそうです。でこの温泉の隣には1周15分から20分ほどの周回のハイキングルートがあります。でそこでですね、温泉が湧いてる様子を見ることができるので、ぜひね温泉とセットで来てみてください。今日のこのトカーヌ温泉、入浴する際にちょっと注意していただきたいのが、パブリックとプライベート、2つの入浴方法があります。このうちプライベート、個室の方が天然の温泉で、パブリックの方はただね水を温めただけなんですよ。なのでここに来たらですね、必ずプライベート、個室の方を選んであげてください。